JS キャストによるダイカスト製品のモデリングから解析結果までのプロセスをご紹介させていただきます。本資料の目次です。主に JS キャストの起動から解析結果評価までの操作をこの順にご説明させていただきます。ダイカストの製造工程と鋳造 CAE の位置づけを示したものです。このページでは、検査及び出荷の段階でガス欠陥が発見され、CAE で再解析を行う事例を示しています。金型設計、ランナー設計のタイミングで CAE を取り入れることで、不良率の低減に期待できることが考えられます。今回の解析対象モデルです。製品材質は ADC12、金型は SKD61 で、包案重量は 2kg です。プランジャチップ径は 80mm で、低速区間を毎秒 0.2m、高速区間を毎秒 1m で射出するモデルです。解析の目的として、一つは湯流れ解析において、充填過程でガス巻き込みは発生するのかと、二つ目は凝固過程で火消すは発生するかの二点を掲げました。解析を実施する際は、このような目的を定めた上で、適切な解析オプションや解析条件を設定し、作業に取り掛かることが理想です。JS キャストの起動画面です。JS キャストは、左上に表示されている JS キャストメニューの上から順に、操作を進めていきます。JS キャストメニューの一番上にある物性置メニューを選択して、解析で使用する製品、金型や冷却水などを登録します。JS キャストをインストールされると、表示しているマスター物性置をすぐにご利用いただくことが可能です。解析モデル作成の元になる、STL データの取り込み操作です。3D CAD で出力した STL データを、JS キャストにインポートします。物性置で登録した材料と一緒に、インポートさせます。この操作は、製品以外の冷却管や金型などでも行うことができます。前ページで、インポートしていただいた STL データに対して、製品平均肉厚の2から3倍程度の金型厚さを設定します。実際の金型寸法の STL をインポートされた場合は、ここの厚さは 0mm として金型外寸を定義します。インポートした STL データだけでは、熱解析はできないため、直方体と立方体で構成する要素に細かく分割します。ここでは、製品部分を 2mm、金型部分を 3mm の不等間隔メッシュで自動分割しています。メッシュ作成後、製品と金型部分を自動認識して、解析計算に必要となる直行要素を自動作成します。前ページの直行要素に対して、金型外周表面にある鋳物要素を対象に、鋳頭口要素を自動作成します。ここでは、水色のプランジャーチップ断面位置が鋳頭口として自動作成しています。3箇所のオーバーフロー部分を拡大した画像ですが、その先端部分をマウスで選択して配器設定を行うことができます。配器設定した箇所には、黒色の矢印がつきます。この矢印位置より、大気解放や減圧などを設定することができます。解析モデルの作成が終われば、計算条件の設定を行います。まず、湯流れ解析条件では、GPU 高速化、終了条件、射出条件、鋳造圧力などの設定を行います。計算条件設定の境界条件には、低速速度と高速速度を設定する境界速度と、射出温度を設定する鋳頭温度の2箇所を設定します。凝固解析条件では、通常、湯流れ充填完了時の製品や、金型を含めた温度分布を使用します。終了条件では完全凝固を表す凝固率 100% を設定することで、凝固完了まで解析を行います。計算条件を設定した後は、リレー計算を起動させて、湯流れ、凝固解析を順番にエントリーし、実行させます。
左上のモニタリングは、解析計算で使用する GPU 稼働状況です。解析計算がスタートすると稼働グラフが上昇していきます。今回のモデルでは、1分以内で湯流れ、凝固解析を終了させることができます。まずは、湯流れ解析結果において、充填過程でガス巻き込みは発生するのかを確認していきます。湯流れ結果の充填温度分布表示です。溶湯温度の急激な低下や、乱流状況などをアニメーションを観察し確認します。充填完了後のガス圧力分布です。溶湯内に入り込んだガス分布で、配色はガス圧力の違いを示しています。図中の青点線内に示す箇所には、ガス巻き込みの発生が予測されます。続いて、凝固解析結果において、凝固過程で火消すは発生するのかを確認していきます。凝固の進捗状況をアニメーションで観察し、最終凝固位置より火消すの発生を予測します。製品断面を凝固時間の等高線で描くことで、指向性凝固や孤立凝固などを簡単に確認することができます。最終凝固位置を示す平ループ位置には、火消すの発生が予測されます。前ページの凝固時間断面表示と同様に、火消す予測でよく使用される結果表示パラメータです。G パールート R 結果の数値が小さい領域には、微小火消すの発生が予測されます。ガス巻き込みを予測するキャビティ内圧力表示より、1、ランナーやゲートの改善、2、射出条件の改善、3、排気ベントの断面積や減圧考慮などの改善、4、射出完了時の鋳造圧力の改善、などの4つの対策案が考えられます。火消すを予測する凝固ホットスポット表示より、1、金型表面温度の調整、2、冷却管の増設と配置、3、加圧ピンの増設、4、ランナーとゲート形状の改善、などの4つの対策案が考えられます。最後に、図中の青色枠は、設定可能な解析条件、赤色枠は、出力可能な解析結果です。実際のダイカストプロセスを入力していただくことで、不良対策などで必要となる解析結果が出力されます。これらより、JS キャストではダイカストマシンで設定される射出条件や、鋳造圧力、繰り返し工程などの妥当性を検討していただくことができます。本資料について、ご不明な点やご質問がございましたら、JS キャスト専用メールアドレスまでご連絡ください。ご清聴ありがとうございました。